それではアルバムにも入っております、グリムシティ。改めてもう一回言っときますね。まずはオンベース、日本ポップロック界の魔人古くはセーラームーン、乙女のポリシーね。そしてローリーズロックローリーでは、もう大切な、サウンドメイキングに手伝ってくださいましたし、もうありとあらゆる瞬間に永井さんとは一緒でございます。はい、握手もともとは実はもう付き合いが長くてね、はい、小川文明さんが入る直前に永井さんと一緒にやろうっていうことになって、ザ・フーンのトミーをね、やりましたね、スタジオで演奏して、やりました、まあこれはいい。ただ今回はもうグリングリンに弾ける人が欲しかったので小川さんになったんですが、永井さんとはいつか一緒にやろうと思って、それで電話いたしました。夜中に大体僕夜中ですね、3時とか4時とかすいません、いえ、はい、永井瑠衣さん、さあご紹介いたしましょう。ザ・タートルズ、はい、その前は餃子大王、はい、知ってますか、餃子大王、知ってます、僕は餃子大王だったんです、はい、今もそうです、今もそうですね、はい、タートルズで女の子をキャーキャーと言わせてきて早20年、そうですね、はい、元といえばタートルズはスカンチの弟バンドとして、紹介されました、そうですね、同じ事務所で、はい、同じ班で、同じ班で、はい、初めて会った時にもう僕は松本君を見た瞬間に手塚治虫の漫画に出てくる、あの漫画に出てくるね男の子みたいだったのよ今もそうだけど、だってあったその日にね、今日はうちに来ないかってあったその日にうちに呼んだよね、これが芸能界かと思いましたもん、本当に。でちょっとありましたよ、はい、もしかしたらっていうことがあって
パンツ履き替えましたけどね、こっそり。その後も一緒にラジオをやったり、なんだかんだい、ね、で、つかず離れずで、しばらくはご無沙汰しておりましたが、この度またグリームロッカーズで一緒になりました、松本貴弘くんです。ビーズのギターの方と同じ名前です。それは言わないで。松本貴弘くん。またの名を、不死を。さて、ご紹介いたしましょうかね。もう35年以来の、悪友です、つかず離れず、もう高校生ぐらいからずっと一緒にやっております、おばたポンプ。どうもどうもさあ、そうね、僕は1990何年ぐらいにね、自分があまりにポップな曲ばっかり好きなんで、こういう曲でこういろいろね、世の中に曲を書きたいと思ってたら、ことごとくこの流行りに合わないんじゃないかって言われて、ずっと落ち込んでたんですよ。そしたらこの人に巡り合って九死に一生得た。電話してね、永井さんの音源聞きましたよ、最高でした、あれはクラトゥーですねって。クラトゥー知ってます？クラトゥーっていうカナダのバンドがあるんですよ。あのね、日本では多分5人ぐらいしか買わなかったアルバムで、そのうち の2枚持ってる。そんなことがあってですね、はい、ありがとうございました。あなたのおかげで今ここにいます。いやいやいや、そうして我々はね、去年ももクロにも、はい、曲を作りました。はい、グリムロッカーズの中にはももクロの作家が2人おります。ただ私のね、僕らのセンチュリーはね、クリスマス限定シングルだったのでね、一般発売されなかったんですけどね、1日だけ、人生に1回だけ、ついにオリコン1位になったんだ。1日だけよ。それでも僕にとってはもう最高の、これは一日じゃなくて、もうこれから我々はもうやるよ、やるよ、もう武道館でも日産スタジアムでも国立競技場でも、ももクロのためならやるよ、シャチホコのためならやるよ、ベビーメタルにもやるよ、やるよということで、先生もやってもらいました。次はね、最高。絵が出たよ、ビッグマックですね。いや、座んなくても大丈夫です。なんでそこ座るの？さあ、みんないいですか？いいですか？これは何でしょう？ビッグマックって言った？固有名詞じゃない、それ商品名じゃないですか？ハンバーグですね。今夜は君をミッドナイトチン。I'm not afraid to die.
割とね、ちなみに伸びて、いいんですよ、いいんです、ハンソンね。前も言ったけどね、あの